島連峰那須荘にあります官庁街に来ています。このピンクの建物がなんと官庁街なんですよね。こちらがですね最高裁判所、そしてこのピンク色の建物も防衛庁、それからさらに国会議事堂もピンク、このようにですね官庁街が全部ピンク色に統一されているんです。他にも街の中によほどピンクが好きと見えてピンク色の建物がいっぱい並んでるんですよ。ピンクずくめのこの街で極めつけのピンクをご紹介しましょう。 Hey taxi。 ピンクパンサーのクラクションに乗って登場するこのピンクピンクピンクのピンクのタクシーなんです。もう本当にピンクだらけですね。見てくださいよ、車の前にはちゃんとピンクパンサーもついてます。そして靴がピンクでしょ、ズボンもピンク、そしてシャツもピンク、メガネもパイプもピンクです。最後にプリーズ、この歯までピンクなんですね。おお、見てください、天井までピンク、お星様のマークがついたりなんかして、目の前にはですね、さすが南国町といいますか、ピンクのキャンディーやらピンクの小石やらいっぱい詰まってます。ところで先ほどのピンクの歯はですね、わざわざメキシコまで行って入れた特注の入れ歯なんだそうです。恐れ入りました。さてそれではニックネームがミスターピンクというこのジョン・リードさんのピンクのタクシーに乗ってちょっと街を走ってみることにしましょう。この派手なタクシーの基本料金は約3